さあ始まりました、本日の7月、20日今日はモノ戦ということで、メンツは5人、現在戦っている 1B 側がモチチュンリー、 2B 側がヘボリュー、そしてイアン、アツシ、そして、この前先週ですね、モサに上がった SHO ユント。さあこの最初の試合、1ラウンド目かなり優勢に進めているのはヘボリューだが、さあ中足に中足差し返して、攻撃一発圏内が見えたんですけどね。下風呂から歩いて投げる、前田ヒエから暴れ、投げて画面端、中足先端を取っても理由は確定がないので、ちょっと食べられば負けよ。ゲージマックスは持ち、ありがとうこれに中足攻撃が刺さって、ここは直前逆にはいかない、強し波動からシンク決めてリープ、これは膝が角ではないが、しかし前田キック決めて、さあ持ちがまず勝利。出てきたのはイアンのヤン、最近はかなりヤンはね、チュンリーに行けるキャラの一人として言われるようになりましたね。しかしからの腰 EX ソロを画面取って、ゴブチの緊中継だったんだが膝に負けてしまう。前中キック一気に取っていった持ち、全部持って、これは投げる前中キックに中足エクストロ差し返して、中足ショーローザン、ここは投げから投げて圏内まではゲージを使わないという、あ投げしけに刺さっていたんだが、手持ちコバコバ保育が出ないが中足刺さる、持ちが2連勝やった。さあ続いてアツシ、下風呂からコパン砲翼を狙ったが、砲翼はやはりちょっと難しい、サムネクロがここで追加、強者はい、さあしっかり浮いている、アツシがここでカスミスを決めて、ここはもう一本カスミを使って削っていく、1ラウンド目アツシ、アイジャンプで中央に逃げていくアッシー、
持ちは2マックス。ここはのらりぐらりと淳が時間を使っていく。あのクライマッシュというのはやっぱりチュンリーといえども、まあ、そう簡単には崩していけない感じなんでしょうか。ここで霞さん、これはガードしている。霞を溜めつつ無駄な近距離戦は決して作らないように。さあここで投げを通って腰腰投げて、さあ淳がこれは盤石か。おっとしかしここでしかし繰り返す金田入ってこの霞須坂か。これは削り淳が勝利。さあここで先週の撮影でモサに上がった SHO ユンが登場。発動して EX 区内で切り返す。前方転身、さあここで下風呂ゲインが出なかったが、しかしこれは結果オーライ。雷撃下がって SHO がまず1本目。 Are you ready? GO!SHO はタイムが発動しないで距離を詰めてから触ってからの発動を狙っている感じなのだが、ちょっと体力を減らされてしまっている。さあ画面端ジャンプ大キック、淳が取り返して、さあファイナルラウンド、これはタイムが今度発動していく。霞須坂でこれは追い返して、おっとしかしこれは淳は継承。投げて投げて劇勝利を切り返して壊しでしょうから、リップこれは繋がらず、しかし前方転身切断でしょう。空中ターゲットしっかり上が見ている。しかしおっとくぐられてしまう。 SHO は勝利。タムネクロが登場。しかし、ゲインに発動して、打開が当たってしまうが、これは赤風呂のやっている。しかし、ゲイン、おっと、2勝が出てしまって、ここは下がっていくタム。非常に手前落ちに中盤からのトルネード非常にうまかったんですが、トルネードが使ってしまう。しかし1本取ったタム。エルが出ない。
ここ前方転身をバクステからのエレック決めて、さあよくガードしている、カム、ここは壊しからのエレック、これはかなりローリスクな選択、最後遅らせ、大液です。ちょっとゲージ的にはかなりタムは苦しい格好、中足でしょ、発動してさあもうゲージが溜まっている、この場面足大事にしたいところ、タムしっかりとエレック決めて、ダメクロアッパーからタムお見事、これはさあ続いてマツケン、ここで出てきたのはマツケンのユリアン、マツケンさんはかなり最近はユリアンをやり込んでいる感じですね、まあ、よく使っているところを見ます。ここはエレクを打っていってグラッパーク、しっかり上が出ている、つかず離れず、画面端に追い詰めても決して無理はしない、対空レンジでさあタムが1ラウンド目取って、2ラウンド目マスケンタックルから発動して、お足が5番タックルですね、ノーミスですね、遅らせタックルからのと、これも繋がらず、ちょっとマツケン側のミスが目立つが、これがガルシル、投げ入って、アミナイパン取っていたがこれは届かない、出したら投げ入って、エイジス、これは大足がガード、もう1枚貼ってデリバル、マツケンが根性値を見せる、トルネードを当たってコパンタックルで暴れていく、これは投げ読んでいたが、しかしかくっていない、隠れ去ってウェイジスからのオパンタックル、非常にマツケンユリアン対応するコンボですね、うわー立ち上げからして、これ確定のエレコ入れていく、ドリル、これは見られていた、マツケンが勝利、続いてヘボリュマツケン対ヘボリュ、ヘボリュは今回電陣を選択している、出し投げ入ってエイジが間もなく1本たまりそう、壊したくてるからエイジ張って、
周りからのガードフのこれはオーパンから遅らせチガシ。さあマツケンが1本取って、ここでダイヤシから電源を使っていって、さあマツケンこれはちょっと見つかった。スタンを狙ったが投げられてエイリス。非常に速い動きでヘボリを取り返す。ダッシュ、これは投げる。マツケンがコパンからタックレイス張って、おっと昇竜拳、もう一枚張ってガードしている。非常にガードが硬いヘボリュー。さあ空中竜巻からアローデンジン寄らして3段きっちり。ダビさんがここで登場。下がったのはヘボリュー。さあここで登場ザビー。空手たまき3回もらっている。投げ入ってゼロット、前風呂から確定の中殺を決めていくザビー。しかし1ラウンド目ヘボリュー、さあ2ラウンド目、ガールジャンプからしかし滅殺を決めて、さあ上100周はしっかりと、かなりしっかりと見ているヘボリュー。ダッシュ投げ返す、いい役所流残酷は許さない。対空の真空波動、これはヘボリお見事。はい、決める。イアン対ヘボリュー、ダッシュに中足決めて、さあダイヤスト DX トロが相手。おっと再び EX 勝利、気合が入っているヘボリュー。完全にやりすぎたぞ。おっと解放が出てしまう。さあヘボリューがちょっと乗ってきている感じがするが、これはさすがにといったところが、しかしまあさあリーチだったんで、アイアンが取り返す。しかしこれはちょっと遅かったが、長い襟刺さって上行くの、これは読んでいたが、小技からの灼熱ヘボリューが勝利、3連勝。かなり人数増えたんですが、現在ポイントトップがヘボリューの、プラス2。
対して持ちは今プラス1。あ、中盤読んでいる。やはりあのチラシを取っても砲翼出してくることを考えるとね、あの距離で竜はやることがないらしいですね。昇竜がワンブロ昇竜が当たんないという。さあ砲翼一本溜まっている持ち、かなりヘボリは苦しい、現実的に苦しいが、しかし体力は発揮。おっと違うし、しっかりしっかり見ている砲翼で差し返して、コバコバにアッパーがちょっと反応遅れたか。再び中足下がりしつつ、しっかりゲージを回している持ち、お見事。これで持ちがプラス2ですね。シンディのゲージがないうちはある程度前に出て体力を取りに行こうとしている。アツシが ここでトクラが登場。アツシはカズミスだけを使わずに終わらせた。これはアツシはちょっと美味しい。おっとこれは暴発か。しかし空中ターゲットからあっちが一気に行きたいが、移動上げ下風呂、そしてこれはおっと走ってしまった。思わず多いと声が出た。さあちょっと痛いミスが出てしまったが、ここはヒエンから勝美咲使っていく。区内でうまく有利フレームを取れた時だけ攻めていくという。さあ一切付き合わない。足が反った足からここはカスミスだけ、カスミ明けに、しかしこれは持ちが読んでいたが、リバーサルのヒーンからカスミスだけ。しかしこれは息吹が砲翼、おそらく一発当たり方によっては一発圏内か。さあ歩いたところにバックジャンプからの区内が刺さる。アツシが勝利、続いてトクラ。ここでトクラが登場。モサがプラス1。おそらく最近はほとんどサードを触っていないんではないかと思うんですが、
カスタンが見えているが果敢に攻めていくトグラ。グーブロが DX ショールで切り返す。しかし前ブロからでおっと、これはバンジキュースか。激戦。おっと、これは緊急形を読んでいたのか。さあまだわからないぞ、これは。パスミスが重ね、しかし投げられてしまう。続いて SHO ユン。SHO 対アツシ。遅らせないキャラの中大で発動して、これは補正を切ろうとしたが、アツシはちょっと美味しい。ブロって、カスリスザクブロっていたが、アツシが先制。しかし投げから、イメージ発動して、ここでこれは浮いていたカスミスザク、鉄さんが届かない。さあこれは再びカスミスザクからアツシが3連勝。アツシがプラス3。電磁ブロっていたが、これはダイヤフが入らない。流れるような連携でアツシが先制。ここはヒゲレク、しゃがみくらい非常に減らす。おっと、ここで近代技術から一気に殺していったタムが取り返して、ゲージもマックス。ここは飛び越えからのカスミスザク、しゃがみくらいで、これはかなりいいヘリ。さあアツシが強い、プラス4。さあアツシがリーチをかけて、相手はマツケン。マツケンはまだちょっとエンジンがかかりきっていないような感じがするので、アツシはここは一気に行きたいところですね。ターゲットで対空して、さあダッシュで翻弄していく。小技から EX、
ここでチラシ振っていたところに、あっしがリーチ。ハイマイタックル、これは下風呂、つなげて、おっとエイジスが出なかったか、タックルから上エイジスに張って、もう一枚、これはアッシャー浮いていた、ゲージを放出してしまったマツケンだが、ここは距離を取ってゲージをもう一本回収しに行くマツケン、一気に行きたい、アッシータックル、ウェイズ張って壊し、タックル、しかし息吹はいい反撃があそこはない、ダッシュ DX 交流からカスミスザク、アツシ昇格、お見事、 You win。 これはやめで、はい、かなり人数が多いので、 Well, I got the picture。じゃあ2台進行、3台でいきますか、じゃあ。